はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、7月の13日にですね、診断が、実装されることが決定をいたしまして、ジェネレイド、ゴアクマ、ラビリンスあたりが強化されるということで、まあ、相変わらずね、マスターデュエル運営さん、全然情報くんないんで、新規カード5枚くらいしかわかんないんですけど情報なさすぎるだろ、診断の。ちょっとね、まあ、ざっくりと、今回解説動画やっていこうと思います。診断の内容ね、まあ、これ予想でしかないんで、まあ、どれが実装されるかわかんないから、まあ、予想でしかないということだけちょっとご了承いただければなというふうに思っております。はい、で、まずはね、やっぱ暗黒界ですね。こちら、新規カードがもりもり実装されるんですけども、エースモンスターは融合の竜神王グラファーっていうね、もともとグラファーっていうやつがいたんですけど、あれの融合体がめっちゃ強くて、これめっちゃ強いんですよ。これが実装される。で、あとは、まあ、サポートカードたちなんですけども、実はね、暗黒界ってこれね、マサデルでね、事前規制が入ってまして、デビフラ禁止と暗黒界の軍師シルバーが禁止になってるんですけども、これ結構痛いんですよね。デビフラは別に暗黒界モンスターじゃないけど、暗黒界と めっちゃ相性良くて、暗黒界って、まあ、召喚剣使わないで展開していけるんで、なんか召喚剣使って強いモンスターで結構入れ得なんですよ。でデビフラがやっぱ1枚でね、ナチュラルエクストレとかバンバン出していけるんでめっちゃ強くて、でこのシルバーは何するかっていうと、セルリとか融合グラファーの効果がなんかこっちの手札を捨てされる効果に書き換えることができるんですね。効果とかをグラファーだったら、まあ、これちょっと、まあ、もう後でやりますけど、これね、要するにシルバーを手札から捨てて相手の手札を2枚デッキに戻すっていう2判列ができるんです。で、これ1ターンに2回くらい使った後に、セルリの効果を使うと5判列くらいできるんで、先行で相手の手札全部デッキに戻すとかできたんですよ、暗黒界は。なんですけども、シルバーが禁止に事前でなりまして、これ非常に厳しくなりました。かなり弱体化ですね、暗黒界は、正直ね。はい、で、じゃあ暗黒界がどういうデッキかという話なんですけども、やっぱりね、エースモンスターはね、このね、暗黒界の竜神王グラファーっていうモンスターですね。暗黒界の竜神グラファープラス闇属性モンスターで作れるという激ゆる融合召喚条件でございまして、これめっちゃゆるいんですよ。まあ、そもそもグラファーが盤面にめっちゃ用意しやすいし、あと別に融合代用モンスターでいいんで、これグラファーって書いてあるから。なんで、まあ、沼地の魔神王とか進化の女神とか何でもいいんですけど、ああいうモンスターで代用できますと。で、何をするか、1番2番ありまして、1番の効果はマジで強いです。相手がモンスターの効果、通常魔法、通常トラップカードを発動したときに、その効果を相手は自身の手札を選んで捨てるに書き換えると。我が効果を書き換えたのだってことですね。まあ結構ね、通常魔法、通常トラップカードの効果をね、これに書き換えられるので、なんか拮抗勝負とか楽園融合とか、ああいうの止められるんですよ。で、しかも相手は自身の手札を1枚選んで捨てるっていう効果に書き換えるから、こっちが相手の効果によってなんか手札を捨てさせられたことになって、まあ、さっき言ったね、シルバーとのコンボとか、まあ他にもね、相手の効果で捨てられたら強いモンスターいっぱいいるから、暗黒界っていうのは。ケルドとか、それかブラウとか、ああいうモンスターを捨てて、この効果起動していくっていう感じになりますね、基本的には。で、一応融合召喚したこのカードが相手によってフィールドが離れると、グラファーを、特殊召喚しながら、手札があるプレイヤーは、手札を1枚選んで捨てるよという効果もありますね。はい。で、融合召喚がめっちゃ簡単だって話したんですけども、まず暗黒界デッキで、融合召喚していく場合は、この暗黒界の当局っていうカードを使うことになってます。これ速攻魔法で相手ターンでも融合召喚できるんですけども、これフィールドか、墓地のモンスターは除外して、ミラクルフュージョンみたいな感じで除外して融合していくことができるんですけども、これね、手札にあるモンスターだったら捨てて融合できるんですよこれめっちゃ強くて、手札の暗黒界モンスターを捨てながら融合召喚すると、融合召喚でグラファーが出てきながら捨てられたモンスターの効果が起動するというバチクソぶち壊れムーブができるんで、これはめちゃくちゃ強いです、当局は。はい。で、当局が墓地に落ちてる場合は、このカード、手札から暗黒界捨てながらと回収できるっていう効果がありまして、愚かな服装とかね、今もう制限カードになっちゃってますけど、服装とか使って、これ落とすと一応手札捨てる効果に書き換わるんで、それも結構強いですよね。これはね、最強の速攻魔法です。はい。で、まあ、注目されるべき点はここだよね、やっぱり。ティアラメンツシェイレーンとか、まあ、ハーフに3でもいいんだけど、ティアラメンツモンスターの効果で融合召喚していける条件であると。ティアラメンツはね、このカードが来てしまうと結構拮抗勝負とかケアできたりとかクライムなくても
まあその他もろもろの無限保養とかもヘアできるし、なんかね、めっちゃ強い、一番の効果がめっちゃ強いの、とにかく。だから、まあ、沼地のマシン用とか、まあ、神官の女神、あの、デクレラディバイナーとかが落とせるんですけど、神官の女神とかは。あの辺のモンスター使って、あの、ティアラメンズモンスターと一緒にグラファ出して、相手の、まあ、効果を制圧していくという感じになりますね。はい。さすがに強いです。で、個人的にですね、暗黒界と相性がいいなと思うカードをまとめてきたんですけども、まずね、多分来るんじゃないかなと思ってるんですけど、これデスキャスターですね。これデスキャスターはちなみにどういう効果もかっていうと、手札を1枚捨てながら効果で手札を捨てながら墓地から悪魔族を特殊ができるよという効果ありまして、これがもう本当実質暗黒界モンスターみたいなとこあるんですよ、まあ、ラビデンスモンスターでもあり、暗黒界モンスターでもあるんですけど、これめっちゃ強いです。はい、手札を捨てるっていう効果と蘇生するっていう効果があまりにも噛み合っていますね。で、魔界発原生機デスガイド、これはね、召喚成功時に、敵からレベル3の悪魔族特殊ができるんですけども、まあ、マサイとかクリッター出してきて、まあ、それを、素材にデスキャスト出したり、まあマスカレン出したり何でもいいんだけど、マサイだったらグラファーとかレイを墓地をくれるし、クリッターだったらね、ネコマナキングをサーチできるんですよ。これちなみにネコマナキングがね、マジで相性よくてこれまたクソデッキが爆誕するんだけど、ネコマナキングってのは相手の効果で、捨てられるとなんかそのターンを終了するよっていう効果があるんですね。これをね、この融合グラファーの、効果で書き換えてネコマナキングを相手に捨てさせて、で、ターンを終了するっていうことをすると、実質ターンスキップができるんですよ。これがクリッターでサーチできるんで、これめっちゃ強いですね。はい。とか、まあ、もちろんさっき言ったようにティアラメンズも相性いいし、あとね、未開駅ですね。やっぱね、何と組み合わせたら一番強いかっていう話なんですけども、暗黒界は。まあ、未開駅が一番相性いいと思います。なんでかっていうと、手札を捨てながら展開できるんで、未開域は。だから暗黒界が捨てられたら最強じゃないですか。自分たちが出てきて暗黒界の効果も発動できるんでね。で、結構ね、暗黒界ってね、手札を捨てるカードを用意するの意外と難しいんですよ。取引とか、まあ一応、門とかあるんですけど、取引ちょっとね、やっぱ相手もカード引かせるから弱いし、まあ門もね、そんな何回も連発できるわけじゃないから、なんで手札を捨てるっていう効果をなんかその、増やしたいっていうのがあって。なんで未開機をね結構入れておくと、まあ、それが可能となってくるかなというところ。なので、まあ、未開機暗黒界はかなり強いと思いますね。はい。で、暗黒界はね、スキルドレインとも相性がいいです。なんでかっていうと、墓地効果が主なんですよ、暗黒界って。本当になんか ほとんどなんかフィールドでの効果はあんまないんだよな。本当墓地から蘇生したり手札から捨てられた効果発動したりするんで、だスキルドレイン結構ね適用外なんですよね。その外で発動するから。だから相手のモンスターの効果だけ無効にしちゃうっていうこともできるし、あと門でね打点が上がるから3300とかいくんですよ、打点が。だからね、そうするとねめちゃくちゃ突破しづらいんですね。はい。なのでスキルドレインとはとても相性がいいです。あと闇デッキね、闇デッキはね、これ事前規制入ってるんですけど、これ多分暗黒界が実装されるから、ラビュレスが実装されるからだと思うんですよ。グラファーレインがコストとしてとても優秀で、デッキャカウイルス系は、なんかレインとかグラファーとかをバンバンコストにして、バンバン打っていけるんで、まあこれ相性がいいですね。まあちょっと1枚しかないんで現実的じゃないかもしれないですけど、はい。で、弱点とか対策カードになってくると、ディメンションアタクターとかマクロコスモス、ネクロバレーみたいな、墓地メタですね。はい。墓地メタ。これが辛いです。あとは、手札を捨てるカード。と捨てられると効果が発動できるカードのコンボになってくるんですよ、暗黒界って。だから結構事故ります、意外と。はい。まあそんなところですかね、弱点は。さあ続きましてはラビリンスが実装されるということで、やっと来ました、バトルモード、姫バトルモード。これねマジでぶっ壊れレベルで強いんだよね。これレベル8、悪魔族迷宮城の白銀碑か、うん、レディオザラビリンスって読むんですけど、これが、まあ、効果1、2、3ありまして、1、3の効果それぞれ1ターンに1度しか使用できないけど、そもそも打点が高えよな、こいつな。3,2900っていうね、ステータスね、優秀。で、1番目、レディ以外のラビリンスカードの効果か、通常トラップが発動したら、自分相手ターンにこのカードを手札から守備表示で特殊ができると。あのね、ゆるすぎるんだよね。召喚条件がゆるすぎるんだよ。相手が発動しても別にいいので、なんか無限保養とか打たれても出てこれるし、まあ、自分のラビレンスカード発動したら出てこれるし、なんならね、アリアンナだっけ、アリアンナだっけ、どっちだっけ、召喚成功時ラビレンスサーチするやつがいるんですけど、あいつの効果発動したらすぐ出てこれます。はい。めっちゃ強いですね。で、2番の耐性も結構強くて、自分のフィールドにセットされたカードが存在する限り、相手の効果の対象にならないし、効果打開されないということで、まあ、何も効かないというところですね。はい。で、3番目。これがね、マジでぶち壊れ。通常トラップカードが発動したら、そのカードとはカード名が異なる通常トラップカードを、
デッキから選んでセットできる。何でも。何でもです。よく読んでください。そのカードとはカード名が異なる通常トラップカード。何でもいいですよ。通常トラップだったら。だから、セットだけど強そうなのは一応一部ね、ここに書いてあるんですけど、まあ、ドラゴンパニッシュメント、まあ、相手のカード2枚破壊、ヌトスと合わせてね。とか、天狼接続、相手のカード除外。次元障壁、なんかその、エクシーズとかリン、シンクロができなくする。効果無効にする。強制圧装置、バウンス。うつしお離れ。これ、カード墓地送る。で、闇デッキだったら魔法トラップカード破壊。で、グレードシミュレーションだったらハンデスみたいな。これ、ほんと何でもできるんですね。このカードがあれば。なんかゴミみたいなね、トラップカードを発動することもできるだろうし、はい、クソレッキーも爆誕するだろうし、まあ普通にね、強いトラップも発動できるだろうし、これはとても嬉しい、面白いカード、で、強いカードになっているかなと思いますね。で、まあおそらく来ると思うんですが、このビッグ、ウェルカムラビリンス、これ何がでビッグかって、なんかおっぱいがビッグだとか言われてるんですけど、このカードは、まあ、何をするかっていうと、1番にもありまして、自分の手札、デッキ、墓地からラビリンスモンスター1体選んで特殊召喚するよと、まずで、その後自分のフィールドのモンスターを選んで、もちろんこれ何がしたいかっていうと、まあ、もちろん出してきたモンスターも戻すこともできるんですけど、これを使ってそのトラップカードの効果でモンスターが離れたよっていう状況を作りたいんですよ。これを作ることによって例えば城主の方のラビリンスの方であればなんか手札かフィールドのカードをなんか破壊できたりするし、これ本当に、ね、優秀なんですよ。この戻す方の効果が自分のカードを戻すことができるんで、対象になったなんかその白銀の城のラビエンス上司の方を戻したりとかできるんですよね。これテクニカルな非常にカードになってまして、これめっちゃ強い。まあで2番の効果ね、いずれか1つしか使用できないんですけど、2番の墓地効果ありまして、これも強いですよね。墓地のこのカードを除外すると、悪魔族を対象にバウンスできるよと、自分のフィールドのだから、まあまあ対象に取られて破壊されそうなモンスターを戻したりもできるんですけど、これ自分のフィールドにはレベル8以上の悪魔族モンスターが存在していれば、代わりに相手フィールド上のカードを対象にすることもできるよということで、まあ例えばまあじゃあ辛いハーピーの羽暴起ぶっ破されましたみたいな時にラビレス結構ねトラップカードで戦うできたんで、羽暴起とか辛いんですよ、ライトニングストームとかなんですけど、ビッグウェルカムの1番の方が使ってなければこれ何も遅延しないでとりあえず破壊されて、で墓地から相手のモンスターバウンスするっていう、こういう動きもできるんですね。だから、2番のこの墓地効果もとても優秀だってことです。はい。まあ、ビッグウェルカムから展開して効果発動を狙っていくことになるのは、大体アリアンナとかラビリンス、城主の方とか、まあ、レディとか、この辺のモンスターになりますね。はい。まあ、とにかくね、トラップカードをバンバン発動して、このレディの効果をバンバン使って、なんか好きなだけ通トラップをバンバンできるセットできるっていうのが、マジで強いですね。さて、ついに強化が入ることが決定した小悪魔について。いやー、これは性癖が歪むね。ああ、これは性癖が歪みますか、確実に。全デュエリストの。マジで多分、ストラクさんのカード多分全部来ると思うんだけど、あ、これ、おしじのでストラクチャーでね、実装されたカードたちなんですけども、ま、めっちゃ多いんで、ちょっと一部なんですけど、説明していくのが、プティカの小悪魔、これ召喚成功時、小悪魔の園っていう、このフィールド魔法、これサーチできますと。で、特殊召喚成功時にモンスターを、なんか、除外できるっていう効果もあります。はい。だからまあ、召喚成功時と特殊召喚成功時の効果両方ともあって、とても優秀って感じですね。で、キノの小悪魔、これ小悪魔いたら特殊召喚できるとかいう、マジでぶっ壊れモンスター。これがとても強いんですよ。はい。まずね、特殊召喚できる小悪魔って、いないんですよね。メインデッキに入る小悪魔って、ほぼ特殊召喚ができないので、自分の効果ではね。なんで、機能はね、すごい優秀。で、魔法罠に破壊耐性付与できるんですけど、これ、機能の効果をね、使っていくことによって、セラの効果とかを、まあ、バンバン起動していくことができるようになりました。はい。これめっちゃ強い。これ3積みカードだと思うわ。で、シトリスの小悪魔、これは、新しいランク4のエクシーズモンスターで、小悪魔をサーチできるよっていう効果。があります。まあ、あと他にもうんぬんかんぬんする効果あるんだけど、まあ、一応サーチが結構強いからっていうところですね。で、アテプスの小悪魔、はい、これは、小悪魔全員の打点がなんか通常トラップが墓地にあればなんか全員打点1000アップみたいな効果がありまして、あのね、これワンケルが取りやすくなりました。小悪魔ってね、マジで打点低いんですよ。全員1300とか1500とか、なんか高くても1700とかしかなかった気がするんだけど、1700、1800くらいしかなかった気がするんですけど、それをアテプスを出すことによってなんかドーンって打点がアップして、結構ワンキルが取りやすくなりましたね。で、表側のカードの効果を無効にするよっていう効果もあるんで、これとても優秀です。はい。で、小悪魔のその、これは、小悪魔の召喚権を追加するという効果ありまして、これプティカから持ってくるんですけど、展開力がな、やっぱなかったんでね、小悪魔って、だから春化粧とかと組み合わせたりしてたんですけども、今回からプティカで小悪魔のそのをサーチしてきたら、手札の効果もう一回出せるんで、めっちゃ強いですね、これ。
で、モンスターをコストにすると小悪魔をあの特殊召喚ができるよっていう効果もあるんで、これでトリオの効果とか、なんかその墓地のモンスター、墓地落ちちゃった小悪魔のモンスターの効果発動していくっていうこともできます。はい。で、ホールティアの小悪魔、これがね、革命、革命トラップ、シェードブリガンないです、実質。あ、これちょっと後で詳しく説明しますけども、新規カードがね、大量に追加されて、小悪魔っぽい動きがかなりできるようになりました。罠が運生してセラ展開するんだよね。はい。あ、ちなみに、小悪魔はね、マジでツイッターのデュエルアカデミア数学家さんっていう、小悪魔のプロがいるんですよ。その人のアカウントに全部書いてあるから、あの僕も大体小悪魔の、ギミックとか動きしてて、場合はあのアカデミア数学家さん あのツイッター見に行ってるんで、皆さんもぜひね、検索してみてください。で、小悪魔のね、このね、ホールティアの小悪魔っていうカードがね、めちゃくちゃ強いんだよね。これが、まあ、実質シェードブリガンダインです。今までは小悪魔ってシェードブリガンダインとか使って、なんかその先行1ターン目から通常トラップを発動するみたいな動きしてたんですけども、これテーマ内でできるようになりました。やっとです、本当に。ホールがついてるんで、そもそもセラでセットができるんですけども、このカード1、2の効果ありまして、どっちかしか使えませんと。で、手札から通常トラップカードを捨てると、セットしたターンに発動することもできる。まあ、ちなみに、1番の効果はモンスターとして出てくるよっていう効果ですね。まあ、シェードブリガンダみたいなもんだ。レベル4の。で、カッコ2番は墓地のこのカードを除外すると、自分の墓地の小悪魔を、特殊召喚できるよっていう効果なんですけども、これがね、本当に革命で、やっぱセラからアクセスできるシェードブリガンダインっていう、まあ、最強なんですよ、本当にそれが。基本ムーブはね、ここ下に書いてあるんですけども、一応、プティカ、あ、間違えた、ランカとか、プティカあたりになってくると思います。で、ランカだったら、小悪魔サーチするんです、召喚時。召喚成功時で、小悪魔サーチするんで、機能持ってくるっていう動きですね。プティカだったら、小悪魔の園をサーチできるんで、小悪魔の園をサーチして貼って、まあ、手札にある小悪魔をなんか、もう一回召喚して、っていう感じの動きになってくるんですね。で、まあ、一体、召喚した後に、まあ、セラでリンク1、作りまして、世界最強のリンク1を作りまして、はい。で、セラの効果で、その機能とかあたり特殊召喚してると効果発動できるんで、即座に通常トラップをセットするっていう効果発動できるんで、ホールティアをセットして、ホールティアのコストがねちょっと必要になっちゃうんですけども、手札から通常トラップカードを捨てるっていう効果あるから、なんで通常トラップカードがあればこれセットしたのにすぐ発動して、セラの効果でさらにトラップカード発動してからデッキから小悪魔リクルートっていう感じで、ティオの、小悪魔特殊召喚して、まあ、コストにした罠を回収すると。で、レベル4みたいに並んでるんで、まあ、フレシアとか、それからこれなんで英語版なんだ、シトリスとか、まあ、そんな感じの動きになっていくと思います。これが基本ムーブだと思いますね。で、召喚して効果使っていくことになると思うので、春化粧とはね決別することになるんじゃないかなとは思ってますね、個人的には。まあ、もちろんあれあるで展開力増えてね強かったりするんですけど、これ特殊召喚時の効果じゃなくて召喚成功時の効果なんですよ、プティカとかランカとかって。だからね、ちょっとね、今までの春化粧ギミックとは違ったデッキになると思います。ラストジェネレードなんですけども、マジで革命が起きた、このモンスターの実装によって。ジェネレードデッキは、はい、ランク9のね、影のジェネレイドレイバーテインっていうモンスターが実装されることが決定したんですけども、これ汎用ランク9のモンスターで、別にジェネレイドデッキじゃなくても出せます。はい。で、効果も別に、まあ、割と汎用なんで、別にジェネレイドデッキじゃなくても使えます、このモンスターは。で、どういう効果を持ってるかっていうと、レベル9モンスターから2体以上で作れて、レイバーテインは自分のフィールド上に1体しか表側表示で存在ができませんよっていう効果で、2番目、相手のフィールドのモンスターの攻守が1000ダウンする、これも地味に強いですね。で、3番目、これが優秀、本当に自分相手ターンにフリーチェーンで発動できますと。エクシー召喚したこのカードをリリースして、あ、これ墓穴めっちゃくれます、これ、はい。で、エクストラデッキから天使族モンスター以外のジェネレイドエクシーズモンスターを特殊召喚できますと。はい。天使族、レバーティンが天使族なんで、天使族じゃないやつを出せるということで、オルムガンドってやつを出すことになってます。これね、やっとね、実装とかデッキに入れる意味が出てきました。オルムガンドマジで使われてなくて、今までこのカード本当に使われてなかったんですよ、ジェネレードデッキでさえも。なんですけど、この効果で出せるのこいつくらいしかないんで、なんでこのオルムガンド採用する意味が出てきてるので、とても嬉しいですね。で、その後、これ特殊召喚したその後何するか、このカードが持っていたエクシーズの数まで自分または相手のフィールド墓地のカードを選んで下に重ねてエクシーズができると。だからフリーチェーン相手のカード2枚以上除去れますってことなんですよね。さすがに強い。で、しかも下に重ねるっていうね、墓地に送ったりしないし、除外もしないし、別にもう下に重ねるっていうね、これ最強の除去方法なんで、
フレチェで相手のカードを素材にすると。さすがに強いこれは。まあだから、レベル92で並んだ段階でもうあの二妨害が成立してるっていう感じですね。はい。で、多分ね、あのこのバラっていうやつが来ると思うんですけども、手札のジェネレードを捨てて、手札が墓地から特殊召喚できるよっていうレベル9のモンスターがございまして、これめっちゃ強いんですよこいつが。まあレベル9であることもそうなんですけども、これねジェネレードの弱点って手札に上級がめっちゃ来てかさばるっていうことなんですね。マジでうざいですよ手札に来たジェネレード。デッキ眠っててほしいから。あの舞台であのジェネレードステージで呼んでくることはあの強いんですけど、これ手札に来ると弱かったです今までは。なんですけども、これバラの効果によって手札に来た上級を捨てて、こいつを特殊召喚できますと。でこいつさらに特殊召喚に成功すると墓地のジェネレードを蘇生するっていう効果がありまして、もうバラプラスなんか適当なジェネレードモンスター1体でレベル9のね1体で、ランク9がもうすぐできるんですよ。これめちゃくちゃ強いんです。これがでかさばったジェネレードを消費できるというところとランク9にすぐつながるっていうのがめちゃくちゃ強い。で相性のまあ良さそうなカードとかテーマを解説しておくと、一応バラを落とせれば強いプラスあとランク9ができれば強いっていう観点からなんですけども、まずですね電脳界、これは多分ねめっちゃ相性いいです。これなんでかっていうと電脳界っていうのはシンクロ6ランク9シンクロ9、これ簡単なんですねやるのが。でシンクロ9にはフィア城とかランク6にはベアトリーチェとかなんかいるんですよ。だからこの辺のモンスターたちがこのジェネレードとめっちゃ相性良くて、なんでかっていうとまずベアトリーチェはマルデルとかバラを墓地に送ることができますということで、バラを墓地に落として、即座に特殊召喚することもできると。でフヤ城はレベル9のモンスターを、墓地から蘇らせるっていうことができるんで、墓地に落ちてるやつを特殊召喚してランク9ができるんですよ。だからレイバーテインができると。だここの辺のね、カードたちをうまく使いこなせるのは、まあ、電脳界かなと思うので、まあ、電脳界は多分結構相性がいいと思います。であとは、まあ、単純にデクレラディバイナー、これは天気速を墓地送れるんで、バラを墓地送ってヒエラルキーも墓地送れるんですけど、バラを墓地送って特殊召喚していくみたいな動きもできるし、あとはまあ召喚機余るですねジェネレードって、なんか出張パーツみたいなところもあるんでジェネレードって、だから、まあ、召喚者アレイスターを、使って召喚銃と組み合わせるみたいなデッキも、確かありました。はい、メルカバーレベル9だしね。はい、そんな感じです。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあちょっとざっと解説をしてみました。暗黒界の事前規制結構痛いです正直。ゴミデッキがねたくさん爆弾すると思ってたんで意外と痛いね。やるねコナミ氏。はい、ぜひね皆さんも、まあ、こういうカードと相性がいいと思いますみたいな意見があればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。